はい、皆さんおはようございます。なんか最近ね、全く同じ動画で全く同じこと言うんだけどね、また今日も夜のチニングもしくはシーバスですね、この辺を狙ってみたいと思います。もう今シーズンインじゃないけど、シーバスの方もねだいぶ活性高くなるようでね、運が良ければ来るんじゃないかなと、頑張って釣っていきたいと思います。それじゃ行ってきます。はい、皆さんおはようございます。今日も釣りに来てます。いつもの場所でやろうと思います。今日はね、カメラのテストも買ってきたんで、どんな感じかな。よっしゃ、なんかかかった。ライトつけてない状態なんだけど、ちょっと今チンっぽいね。チンだね。やっぱベイト食いやんな。よし、ライトオンします。あ、今日はサイズがちっちゃいね。おいっていうね。毎回ルアーで思うのは、このネットに先に外れたフックがかかってからちゃんとお魚が上がってこないという。はい、今日も半分スレです。まあでも一応ゴツゴツは気をったんで、追っておきよったんじゃないかなと思うんですけど、今日はサイズちっちゃいね。ワンランク落ちる。
です。今日もね、行ってすぐ釣れたんで、もう10分ぐらいで撤収ですね。帰ります。やった、サイズはちょっと小さいけどね、久々よ、こんなに一発でバーンってくれたのね、めっちゃ嬉しいっす。なんで今日はこれで帰りたいと思います。帰ってね、ちょっとカメラがどんな感じか見てみたいと思います。それじゃあ、お疲れ様でした。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。おすすめ動画はこちらになります。チャンネル登録はこちらになります。バイバイ、皆さん見てくださいね。バイバイ、バイバイ。